フランツエーズイシュブーフホルツ福音主義協会、東端部のレンガ建築アップスは不明瞭になっている。フランツエーズイシュブーフホルツ福音主義協会は、ベルリンの北東部パンコークのフランツエーズイシュブーフホルツ地区にある福音主義協会である。この協会は、ベルリン郊外、ブーフホルツ村の歴史を移す史跡としての性格を有している。この協会は、 軽長岩を用いて3つのアプスを持つスタイルで13世紀に建築された。16世紀の宗教改革導入以降、ルター派教会共同体がこの教会堂で礼拝するようになった。その後、この教会堂でフランス改革派教会共同体も礼拝するようになった。1852年に教会堂は改造され、増築された。第二次世界大戦時に、 パイプオルガン、街道内装飾の一部、屋根を支える骨組み、境界塔が破壊された。この境界は、ベルリン北東部パンコークのフランツーズイシュ、ブーフホルツ地区ハオプト通り58番地にある。利用できる交通機関は、ベルリン支電50系統であり、境界もよりの電停は、フランツーズイシュブーフホルツキルエである。この五十番系統の市電は途中、パンコー電停で、 ベルリンエスバーン、ベルリン地下鉄2号線のパン港駅に連絡している。フランツエーズイシュブーフホルツ福音主義協会は、ベルリンブランデンブルクシュレージシェ、オーバーラウジッツ福音主義協会のベルリン教区、ノルト・オスト地区に属している。フランツエーズイシュブーフホルツ福音主義協会の、属しているベルリンの宗教会は、ドイツ福音主義協会に加盟し、合同協会として、 福音主義合同教会にも属している。フランス改革派教会共同体記念碑千二百三十年頃にアンガー型村落がこの地で形成されたことが千二百四十二年に初めて文書に言及された。軽長い若戸石を積んだ壁と半円アッチ構造のアプスが高キロマネスク建築としての特徴を示す教会だった。千二百五十年から千二百六十年の間に 建築されたと推定される。当時のブーフホルツ村には4人の司祭と一つの教会堂があった。1539年11月1日、ブランデンブルク選定校、ヨアヒム2世が数人の貴族たちと共に、シュパンダ奥にある聖ニコライ教会において、ルター派生産式に初めて参加した。この日が、ブランデンブルク変境白領での宗教改革の始まりとされている。 1670年にブーフホールツ村は、大戦抵抗フリードリヒビルヘルムの領地になった。1685年、ポツダム直令に従って、国務大臣、ヨアヒム・エルンツトフォン・グルンプ公によって、ヨグノー入植地、フランセーズイシュブーフホールツがこの村に形成された。1689年からこの教会堂は、ルター派教会共同体と、フランス改革派教会共同体による、 共同協会として使われ始めた。この二つの教会共同体は1910年に一つの福音主義教会共同体にまとめられ、礼拝はルター派の様式で行っている。この教会の新築時は、入り口からは振動が伸び、内陣と三つのアップスを持った形であった。教会堂の建築材料として用いられていたのは、教会周辺の農地において豊富にあった、計長岩であった。 その軽長岩は可能な限りの綿密さでもって切り出された角石として用いられていた。正面入り口と小ぶりな窓の上部は半円アーチのスタイルであった。16世紀終わりにおいて天井下空間を交差ボールと様式に変更した。現在においても屋根を支える骨組みにおいて13世紀当時の天井下空間の特徴を見ることができる。加えて、 街道西側の霧妻壁側の上に木造の屋根塔を乗せていた。1772年に屋根塔の上に旗の形をした風見を乗せた。この教会はバロック様式でまとめられていた。1705年、街道内最高改善のため新たに大きな丸い窓がはめ込まれた。1830年において375人の教会員がいたが、 225人分の座席しかなかったため、1852年になって教会はアプスを含んだ浴牢部分を増築した。同時に当初から使われてきた内陣とアプスは取り壊されている。その面積は教会堂の3分の1に及んだ。取り壊された後にレンガでできた浴牢と新しいアプス部分が建築された。 翼廊の両側の側面と西側入口正面は階段状ハーフスタイルになり、境界道は統一された外観を示すようになった。1881年、南西側に乗っていた屋根塔が木材普及金により沈んでしまい、金の使用ができなくなった。金が塔から外され、金川、は境界墓地に置かれた。百八十三年に屋根塔の修繕を行ったが効果がなく、 1886年にネオゴシック様式の正方形の型の塔が新たに建設された。塔の上には旗状の風見が載せられている。1970年以降、金貨にはチューリン州、アポルダ製の3つの金が置かれている。1949年から1951年まで繊細で破損した箇所の復旧工事が行われた。その際、 街道内の一部の支柱が撤去された。それらは1886年の増改築時に取り壊された屋根等を支えていた支柱でその役割をすでに終えていたからであった。1852年の増改築時に祭壇、説教台、荒いライバンのバロック様式装飾は外されていた。これはフランス改革派協会共同体が要求した協会堂内改造であった。 教会堂内部におけるネオバロックの彩色は保持された。第二次世界大戦後の1961年、祭壇、説教団、荒いラ板を外に出した上で、内陣が新たに作り直され、窓も取り替えられた。その時、二階席は撤去された。1986年に、教会は街道内部の修繕を行った。 1706年にパイプオルガンが初めて据え付けられた。1850、52年の境会増改築時にパイプオルガンの修繕が行われた。1880年、教会は新しいパイプオルガンを購入した。第二次世界大戦後の1971年にアレクサンダー出家ポツダムオルガン製造有限会社製の新しいパイプオルガンを購入している。 2008年にそのオルガンはオーバーホールを受けている。祭壇十字架は彫刻家、ゲオルグ・トゥルアックによるものである。礼拝式は、フランツェーズイシュブーフホルツ福音主義、教会礼拝規定書によって定められている。生産式は、鳥なしの祈り後にこの式文を用いて行われる。 h t t p w w w e v a n g e l i s c h b u c h h o l z d e s r o o t i m g p o o l s o n s t i g e s g o t t e s d i e n s t a b l a u f p d f ありがとうございます。